はい、サイ、ジャイです。今回はこのパーツクリーナーを使ってタイヤのビートを上げていきたいと思います。このタイヤのビートを上げる前にね、まずはこのエアバルブの虫ゴム取ってください。虫ゴム取らないと、この内容値が上がった時にエアバルブがダメになるからね。で、まずこいつで中にあれ入れます。注入します。ラブ注入。はい、全体にやったらこうね、ちょっとファイヤーラインを作ります。で、やったところをね、って感じでビート入りましたっていうやつです。まあこのエアコンプレッサーとか上げる機械とかがなかったら、こういうので試してもいいかもしれないですけど、ちょっと危険を伴うので皆さん注意してください。バイバイ。